はい、みなさんこんにちは。バレエコードはない方が良い初心者のためのギター教室、音楽を奏でる楽しさを一人でも多くの方に知ってもらいたい秋田です。イエーイ。今日はですね、井上陽水さんの夢の中へをレッスンしてみたいと思います。これね、以前にも出したんですけれども、高読のスクロールがない時のやつで、まあ、改訂版ということで今回はね、やらせてもらいたいと思います。このチャンネルでは F とかね、Bm とか難しいバレエコードのコードを簡単なコードにチェンジしたり、難しいコードをはしょったり、そもそも簡単なコードしか使っていない楽曲をチョイスしてレッスン動画として上げています。またね、ギターの豆知識とかもね、動画にして上げていますので、ぜひぜひチャンネル登録をしてください。はい、今日のね、この動画を最後まで見ると夢の中へバッチリ弾けるようになっちゃいますのでね、皆さんね、バッチリ弾けるようになるために見て練習して動画を楽しんでいただけたらと思います。それでは出前演奏行ってみたいと思います。どうぞ。探し物は何ですか？見つけにくいものですか？カバンの中も机の中も探したけれど見つからないのに、まだまだ探す気ですか？それより僕と踊りませんか？夢の中へ、夢の中へ行ってみたいと思いませんか？休むことも許されず、笑うことは止められ、一体何を探しているのか、探すのをやめた時見つかることもよくある話で、踊りましょう、夢の中へ行ってみたいと思いませんか？デモ演奏を見ていただきました。このデモ演奏ですね、 YouTube の機能を使って遅く再生したり早く再生したりすることができます。スマホの方は画面を1回タップするとここに点点点が出てきます。こいつをタップ。 PC の方は下の歯車をクリックすると再生速度というメニューが出てきますので、その再生速度を選択すると遅くしたり早くしたりするメニューが出てきますから、ご自身に合った速度にそちらを使ってコントロールしてデモ演奏を一緒に見ていただきながら練習していただけたらと思います。はい、それではね、夢の中に出てくるコードを確認したいと思います。まずは G、 Em、 D、 C。 弾き語り基本コードを5つのうちの4つになります。ここにね、リンク貼ってきますので、このリンクをたどって押さえ方を確認してください。今回ね、カポを1フレット目でつけて1カポという状態にしています。これはね、実際に井上陽水さんが歌っている音源とね、同じキーになるために、 G のポジションで1フレットだと G シャープ A フラット、ね、になりますので、それでやっています。カポ1フレットでこの G のポジションで弾くと、井上陽水さんの原曲とコラボすることができますので、そちらを楽しむことができます。カポ、ここにカポのリンク貼っておきますので、カポって何ぞやっていうのはそこで確認してください。はい、次ストロークですね。これストローク全体的にも8ビートの基本パターンで、ジャンジャカンカジャカ、ジャンジャカンカジャカ、1等2等3等4等、ね、1等2等3等4等の1のトと3の頭を弾かない、1と2と3と4と、じゃんじゃかんかじゃかんを弾かないパターンですね。じゃんじゃかんかじゃか、じゃんじゃかんかじゃか、じゃんじゃかんかじゃかになります。
次はですね、イントロ。イントロとエンディングはこのカズーを使ってます。イントロは G と E マイナーの繰り返しね。今回カズーを使ってますけども、口でやってもいいと思います。チャララチャ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 ララチャ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 ララチャ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 ララチャラチャ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 探し物は何ですかね。カズーでやってるとゆっくりやれば大丈夫か。早くやってると歌の頭をねちょっと遅れちゃう時があるので、まあカズーでやってもいいし口でやってもいいと思います。でエンディングもね、夢の中へ夢の中へ、さあワンツースリーフォーワン、こうやってるのでワンツーこうワンツースリーワンツースリーやってでね、こう髪を加えてってやる感じにしてます。口でやる分には数を持ってくる必要がないので、夢の中へ夢の中へ、口でやった方がねいいかもしれないですね。まああとはこうハーモニカスタンド、ハーモニカホルダーかをこう置いて数やるとかね、まあいろいろと工夫してもらえればと思います。ハーモニカホルダーこうつけてるとねちょっとマイクとか使いづらいので僕はあんまり好きじゃないんですよね。はい、ということでですね、今日は井上陽水さんの夢の中へ改訂版をやってみました。初心者のためのギター教室、入校はチャンネル登録からになりますので、ぜひぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。皆さんがより楽しくギターライフをエンジョイできますように。今日もありがとうございました。それではまた皆さん、バイバイ。